第3回目って感じ。なんでなんで勝手が分かった第3回目って感じ。何が伊豆伊豆へそ。確かにね、天気いいし綺麗だね、日が差して。確かにすごい綺麗にバラが咲いてる。エンジョイムリダー X ベース。ちょっと今日はお天気から見える感じが違うね。全然違うね。グリーンが映えるね。多分もともと植物園みたいなとこだったんだよねここ。多分ね、温室だしね。うん、よっけどここをなんか買うというか借りるというかしようと思ったね。そうだね。パンプトラックコースって書いてある。すごい大きいサボテン。サボテンがいっぱい。ここの木の紹介だけで1本作る。アフリカマダガスカルの不思議な借りるところまでたどり着かないっていうのどう？バッド評価ばっかりだ。離脱激しい。もう植物園とこの自転車アミューズメントの融合やからね。植物のごとくこうカテゴリーって書いてあるeバイク。赤い花咲いてる。急に南国。ハワイには行けなかったけどハワイ気分味わう。さあメリダさん、アゲイン。こんにちは。こんにちは。おはようございます。レンタル予約してるんですけど、もう7にしといてもらえれば。7時間。はい、はいはい、お二人。そうですね。はい。ロードレックスです。車体故障を万が一の時のためにお勧めしてるんですが、はいはい、いかがしますか。車体故障おいくらですか。1日1000円です。あ、入ってきます。はい、うん、では入るでしょう。1回にちょこっとこういうレンタサイクルで走ったことがあるんですけど、前ここからこう行ってこう行ったんですね。で、今日こっちからこう行ってなんかここら辺の都費こう、こう行ってこう書いておこうかなと思ったんですけど、うん、ずっと山の中ですね。ですよね。こっちは海沿いですよね、はいはい、どこがいいんだろうな。ここ山の中はね、正直何にもない。本当に山の中なんで。ですよね。コンビニすらないですね。ですよね。海沿いの方がまだ普通の、店舗とか。なるほど。富士山ビューとか前、イーバイクで行った時に、こっちから登ってって、で、電池切れちゃって、こっち落ちちゃったんですよ。で、絶対ここ行きたいなと思ってて、ここの中の展望台というか、景色綺麗だったんで、そうすると、こっちからこう行って、このダルマに登って、海抜けていくのがいいんですかね。こう行くか。そうですね。あとはお昼ご飯をどこでお取りになりたいかっていう、うんうん、正直あんまねえなと思ってて、ま、そうそうで、なんだないっていうのはもう店がないじゃないですか。あ、そうですね。だからコンビニでおにぎりとか買って、はい、で上で食べるのが気持ちいいかなと。はい、なので、はい、海沿いは割とあります、うん、なるほど。道の駅も戸田っていうところにもありますし、うん、お瀬崎ですとかこの途中にも店舗がありますので、もし可能なら午前中のうちにだるま山前回と同じように登っていただいて、うん、なるほど。でお帰りは戸田方面に降りて、うん、海沿いをゆっくり、うん、富士山眺めながらっていうのを進めたとは思います。 OK です。これけど結構距離行きますね、こっち行ったら。まあ、そうでも7時間あれば行けない距離ではないと思います。はい、まあ、そうですね。でこのだるま山の峠、戸田峠から戸田まで、うん、ここが急なんですけど、まあ、急なとこ下りになるので、はい、さほど、はい、ここよりはちょっときついですけど。あ、ここよりきついんだ。あ、そうそう、前ね、ここの細い道めっちゃきつかったんですけど。あ、そうですね、それよりもさらにきついです、ね、あ、そうなんだ。はい、はい、つづら折りになって、ここって降りるところって一回このここまで展望台まで行って戻って、そうですね、でこっちのからですよね。なるほど、はい、まあ、そうしようかな。ここって上がっていくときって
ここら辺もなんかね、前ね、ここら辺よくわかんないけど、すげえ坂のところ越えちゃったんですけど、はいはいはい、これ下げてて、こう行こうが楽ですよね、多分。楽ですけど、山越えの方が近いは近いですね。あ、近いんだ、はいはい。なんか住宅街みたいなところですよね。そうですね。はい。どうすかいわゆる虹の里っていう観光の、なんていうんですか。があるところを目指していくとまっすぐなんですけど。なるほど。はいはい、あ、そうです。二の里はね。あ、どうしようかな。わかりました。これってバッテリーがガンガン踏んでるとどれぐらい持つのかなとかちょっと怖くて。通常でしたら100キロぐらいはっていう感じでご案内をしているので、100キロいける。十分なんですけど、ただ平地のところではパワーを抑えといていただいた方が。うん、坂道用に今日の強いのはちょっと動かれていて、はい、なるほど。これって100じゃないや、ハイでずっと坂登っても大丈夫ですか？そうですね、ハイでここだけなら登っていただいても全然問題ないと思います。はい、もう前回大変だったね、電池切れて。あ、全然他社あ、そういうことですか。トレックの私が持ってるやつ、自分のやつ。一応ここのものは全て満充電で貸し出しさせていただきますので、はい、ありがとうございます、はい、そっち行こう、背中を押された。向こうまで行って、いや距離大丈夫かなと思って、で向こう切れそうじゃないですか、すごく今日はね、すごいですね。そうですね、はい、今日最高です、ね、そう、雨で埃が落ちてて、今日最高ですよね、もうすごい、ね、空気が切れる。分かる。すいません、ありがとうございます。はい、おー、綺麗。すごい。すげーなぁ。住んでたらね。住んでるしさ。でってなる。どういうこと？え、走ってでみたいな。あ、なんで行ったみたいな。目的？そう。またこれぐらいの問題ないところ。はい。はい。あ、全然行けるね。はい。私も大丈夫です。はい。じゃあこれでセッティング。はい、ありがとうございます。すいません。前一度いらっしゃって、あ、そう、前一度、はい、何で覚えてるんですか。あれですよね、トレックの、あ、そうです、そうです、クロスの、うん、FX クラスってやつ持ってます、はい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、びっくり、サイクルボード、いや前回ちょっとバーッと撮らせてもらったやつを動画作ろうかなと思ったんですけど、もったいないからやめて改めて来てちゃんと乗ろう。いや、なんかすごい丁寧に説明してくださって、あ、いい、ね、で、あ、やっぱいいバイクじゃんって、で、ここのサイトも見させてもらって、はい、すげえ楽しみ、このタイヤサイズ、なかなかこれぐらいのサイズのバイクってあんまりないですよね、これ以上になっちゃうと次にあの普通にマウンテンバイクタイプになる、そうですよね、力ですね、操作方法を伝えさせていただきます、はいはい、まず電源なんですけども、右側のあるこちらですね、シルバーのボタンがあるんですけども、はい、こちらを1秒ぐらい長押ししていただくとディスプレイがつきます。でこれ電源入れるとき注意していただきたいのが、ペダルに足をかけたまま電源入れてしまうと、あのわざと誤発進抑制するためにあのエラーが出るようになっているので、はい、もし万が一ここになんかいいなんとかっていう数字が出た場合は一度電源切っていただいて、もう一度入れ直していただければ正常につきますので、はい、そこだけちょっと注意してください、はい、で一応電源がつくと一応オフっていう状態のモードになってます。でここの上下ボタンを押していただくとエコ、ノーマル、ハイモードっていって、ハイモードが一番強い状態になります。で先ほどのオフは電源は入ってるんですけども、アシストがゼロの状態になるので、まあ、アシスト入れる場合基本エコからハイモードの3段階の中に使ってみてください。一応 e バイクの部分をご説明としては以上になるんですけども、何か気になる点とか大丈夫そうですか？大丈夫です、はい、すぐ出れる。あ、そうなんだ、うん、向こうあっちを行くのかなと思ったら、あ、そういうことなんだ、あのジャングル行くのかと思った結構そこが難関だよ、初めやばいね、早くてよかったね、うん、サクサクでいける、急いで行って、ありがとうございます。こちらです、はい、ありがとうございま す, います、お借りします、楽しんできます、はい、はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日は伊豆の、へそ
メリダ X ベースに来ました。1回前ちょっと車で寄ったことあって、もうぜひ来ようっていうので、でなんとこのドロップハンドル型の E バイクお借りしました。これレンタルして、でもともとちょっと山登って踊ろうかなと思ったけど、やっぱり海見てくださいということで、ちょっと長めの距離をもう存分に走っていこうと思います。はい、時間もないので、あと憧れの、ね、ドロップハンドル E バイク、そうどうなることやら、まあね、楽しんでいきます、はい、では行ってきます。お楽しみください。はい、行ってきます。どうぞ。